今日のメインレース第7回競馬近畿杯、大山騎手が勝ちました。それでは関係者の皆様どうぞ表彰台にお上がりください。皆様大きな拍手でお迎えください。第7回競馬近畿杯表彰式を行います。競馬近畿代表取締役社長賞が贈られます。プレゼンターは専務取締役なんでしょうか、本当なんでしょうか、中塚正弘さんです。初めて表彰状を読むということでかなり緊張されているようです。ではよろしくお願いします。右の手と右の足が一緒に出ています。はい、賞状馬主木村信彦様、あなたの愛馬統計野郎号は平成30年度第12回園田競馬第7回競馬近畿杯競争において第1着を得られましたので、その名誉を称えます。平成30年9月14日株式会社競馬近畿代表取締役社長林幸奈、第6中塚正弘、おめでとうございます。おめでとうございます。調教師住吉浅尾様、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。騎手大山慎吾様、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、いつもは野田義行トラックマンが、表彰状を読み上げますが、今日は中塚さトラックマンが初めて緊張の中読み上げました。選手宣誓のような、表彰式となりました。ではですね、今度は商品のパネルが勝利ジョッキー大山慎吾騎手に授与されます。競馬近畿編集局次長でいらっしゃいます西織達弘様に贈られます。よろしくお願いします。局次長、はい、パネルも随分濡れてしまいます。はい、競馬近畿大忘年会の参加券、去年は川原騎手から奪った参加券で忘年会に参加しました大山慎吾騎手、今回自らしっかりと、大忘年会出走権利得ました。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、11月30日から12月1日、一泊旅行行きます。去年は長崎でした、今年はもうものすごい近くに行きます。ということで、最後に花束贈呈、プレゼンターは SKN フラッシュ8と初本瑞穂さんです。よろしくお願いします。雨にも負けないかっこいい走りでした。おめでとうございます。おめでとう、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。以上をもちまして第7回競馬近畿杯を終わります。それでは関係者の皆様に今一度大きな拍手を送りください。おめでとうございます。では記念撮影を行いましょうか。中塚さトラックマン、西織達弘さんも入っていただきましてですね、蓮本瑞穂ちゃんにも入ってもらいましょう。でですね、この後、表彰式の後、今30名の皆様に、競馬近畿様より先着30名でプレゼントがございますので、もう30名クリアしてますかね。お楽しみにいただきたいと思います。はい、記念撮影を行いましょう。パドック解説マイクを開始します。第7回競馬近畿杯の表彰式ご覧いただきました。同志である中塚さトラックマン、専務ですね、それから、局次長の西織さんと、はい、どうでしたか姿を見て。ツッコミどころが満載でしたけどもあまり言い過ぎるとちょっとね、はい、あとあとちょっと支障が出ます、ね、そうですか、わかりました。まあそれでもなんか硬かったですね。ね、まああのあそこの場でお客さんいるところですからやっぱり緊張しますよね。そうですね。はい、宮脇さんもいずれああいう場面がね回ってくると思いますんで。まあそれよりももっと優秀な方が優秀な後輩がいますから。いやいやいや、そちらに任せたいと思います。はい、とりあえず来年は当てたいですね、このレースね。そうですね、はい、今年は的中者がいなかったので ね来年こそは当てたいですね。はい、頑張りましょう。では最終レースパドックです。